皆さんこんにちは、阿部シーです。1週間読書ミステリーライトノベル一気読み生活やってみたということで、今回は角川キミラノ様とのコラボ企画になります。まずキミラノについて簡単にご紹介させていただくと、ライトノベル新聞芸と読者をつなぐキミラノはパートナーキャラクターから提案されるワントゥーワンのレコメンドのほか、ランキングキャンペーンなどライトノベル新聞芸に興味のあるユーザーがキミラノを通じて話題の作品を知る機会を提供するサイトです。もうライトノベルの情報がドドドって紹介されていて、本当にライトノベル大好きですっていう方はもう必見のサイトになっております。そんな感じのねキミラノなんですけど、そのキミラノ編集長の脇田さんが本好き配信者さんキミラノライトノベルトーキングという企画をやっていて、11月19日より数日にわたって本好き配信者さんたちのチャンネルにお邪魔してライトノベルのお話し会を開催しますっていうすごく素敵なコラボをしているんですけど、その企画の動画枠としてこちらの企画をさせていただくことになりました。どうやら最近のミステリーライトノベルがとても熱いらしくて、それを聞いたらねもうめちゃくちゃ気になってしまって、ライトノベルは実はこれまであまり読んできてはなかったんですけど、この機会に今熱いライトノベルを一気読みしたいなと思って、そんなキミラの編集長脇田さんからなんとお手紙をいただいております。背景阿部氏様、この度はキミラノとのコラボのご提案を受けていただきありがとうございます。つきましてはおすすめのライトノベルミステリーをお送りさせていただきますので、気になった作品からお読みいただけますと幸いです。ライトノベル新聞芸の紹介サイトキミラノ編集長脇田ということで、お手紙ありがとうございます。阿部氏さんへのおすすめ5選ということでね、5作品お送りいただいてるんですよね。今回おすすめいただいたのはすごい、本当に今回おすすめいただいたのはこちらの5作品です。上白京介さん、シャーロックアカデミー、テニオハさん、また殺されてしまったのですね探偵様、三日月ひじりさん、僕らは読みを間違える、綾里圭司さん、毛量探偵今宵も語らず、竹町さん、スパイ教室です。どの5作品もタイトルがねすごい面白そうだなと思って、いやもうめちゃくちゃ嬉しいです。そんなわけでまずこちらの企画のルールをね最初にお伝えしていきます。この5作品の中から気になる作品を1作品ずつ選んで読んでいきます。期間は1週間で、その1週間の期間の中でできるだけたくさんの作品を読みたいんですけど、決してね無理はしない。 YouTube の動画の編集とかもあるのでずっとね読書してるとかいうわけではないんですけど、1週間の中でできるだけたくさん読書時間を確保してこちらのね5作品読んでいこうと思います。読んだ作品の中から一番好みだった作品、この作品推しですっていう作品をね最後にお伝えしていきます。企画の紹介とルールの説明をしてきたんですけど、今回の企画は読書パートナーを用意してます。今回の読書パートナーはキミラノの編集長脇田さんのアクスタです。マスコット的な感じで読書の最中そばにいてもらいながら、この作品のおすすめ教えてくださいみたいな感じで少し語り合ったりしながら今回の5作品楽しんでいこうと思います。というわけで早速ミステリーライトノベル1週間一気読み生活というわけで早速1週間生活始まったということで、1冊目に読んでいく作品を早速選んでいこうと思います。これねすごいピンときてる作品が1作品あって、こちらですね、上白京介さんシャーロックアカデミーです。1冊目はねまずこちらの作品を読みます。絶対にシャーロックホームズのシャーロックなんだろうなと思って、こんなタイトルねちょっとワクワクしかないよというね、そんなタイトルになっているのでこちらの作品選びました。オープニングのところでこれまでラノベ読んでいきませんでしたみたいなお話をしているんですけど、すごくねライトに読めるミステリー作品みたいな、アニメとかライトミステリーとかね見たり読んだりしてきてて、ビブリア古書堂の事件手帳とか、最近だと准教授高槻明の推察シリーズとか最近読んだんですけど、そういった感じのミステリー作品も好きだし、あとアニメだとね最近文豪ストレイドッグスの最新の第5期なんですけど、それを無事見終えました。いやもうねめちゃくちゃ面白かったです。ただねよくよく考えてみた時にラノベのレーベルから刊行されているミステリー作品ですよね。こういった作品はあれ読んだことなかったんじゃないかなって思って、なのでもう初めにお伝えしている通りラノベ初心者なんですけど、初心者視点で例えば読み心地であった
ったり、どれくらいで読めたみたいなところも含めて、初心者視点でこの感想をお伝えしていけたらなって思います。早速読んでいこうと思いきや、実はねまだこちらの作品読んでいくことはできなくて、というのも今日投稿予定のサブチャンネルの動画の編集がまだ終わってないので、動画編集をしてその他のね細々したこととかも全部終わったらこちらの作品読んでいこうと思います。はい、いろいろ終わったので早速ね読んでいこうと思います。改めて表紙見てみたらめちゃくちゃかっこいいなと思って、文字がねいろいろ書いてありますね。あとねペラってめくったところにすごいなと思ったのがポスターみたいな、もしかしたらね主人公かなって思うんですけど、すごいこういう感じですね。こう縦長にねバーンって書いてあって、裏にもね書いてありますね。サチが入ってました。あ、めちゃくちゃ最近刊行されてる、今年の6月刊行の作品ってなってて、ちなみに後ろには物語のあらすじが書かれています。今20ページぐらいまで読んで、ちょうどね序章が読み終わったタイミングなんですけど、なんかねもうすでにすごいことになってて、ミステリー好きならもう全員すごい刺さるんじゃないかっていうような、もうめちゃくちゃ面白い世界観になってます。探偵全盛時代にして犯罪全盛時代とかね、探偵の名前にポアロとかね出てきたりとかしてて、すごいことになってます。これからね本編に入っていくぞっていうタイミングで、読者への説明書っていう風に書かれてて、事件の手がかりは全て太字で示されているっていう風に書かれてて、え、これって読者への挑戦状じゃんってなって、なんかものすごく本格ミステリーな雰囲気を感じました。なんかもうめちゃくちゃすごいです。はい、2日目です。ということで今日もミステリーライトノベル一気読み生活やっていきます。あの後もね昨日の夜読み進めていて、ちょうどね150ページぐらいまで読みました。わかりました。ミステリー好きの人が読むとすごい嬉しくなるような、ミステリー好きの小ネタがねやっぱりすごい読んでておってなるところで、バンダインズセレクトっていうねワードが出てきたり、主人公が住んでる寮みたいなところがあるんですけど、その寮の名前とかね、おってね思わず嬉しくなるようなものが結構いろんなところに散りばめられてて、そういうのを見つけるたびにね、途中からだったんですけど付箋をね貼ってますね。主人公が学校に通っているんですけど、その学校っていうのが探偵を育てるみたいな、そういった学校になってて、日本で唯一国家探偵資格を取得できる超難関校、マリミネ学園っていうところにね通ってて、いやなんかもうそういうのもね面白いなって、そんな感じの学校に通うことになり、でそこで犯罪王って呼ばれてた孫と探偵王って呼ばれている娘がその学校で出会っちゃうっていう、いやこの展開熱いなみたいな、で順調にいけば今日読めちゃうんじゃないかなっていうぐらいの、それぐらいの読みやすさで、いや面白いです。まずはね今日やっていくのが動画編集がね待ってるので、全部終わったらね今日もこちらの作品読んでいこうと思います。というわけで編集頑張ります。はい、あれから読み進めて300ページのちょっと手前ぐらいまで読みました。もしかしてこれってって思うところがまたねいくつか出てきて、こういうのがねすごい面白いですね。相変わらず手がかりになるところが太字でっていうのはずっと続いてるんですけど、ここがなんかのヒントになってるのかなって思いながら読み進めることができるので、それがねすごく楽しいですね。もうかなりね一気読みっていうペースで今読み進められているので、今日はねもうこのまま一気に最後まで読んでいこうと思います。
3日目ですということで、昨日の夜ねちょっと撮影していた通りシャーロックアカデミー読了しました。個人的にね一番刺さったのがミステリーのネタがもういろんなところに散りばめられていたっていうのがもう本当に嬉しかったです。このシャーロックアカデミーの世界観に合うようにいろいろかっこいい感じでアレンジして登場してきたりするので、だからね読みながら思わずニヤニヤしてしまうシーンとかも結構あったりとかして、そういうのがね結構ありました。太字の仕掛けが面白いっていうね、これがねもう最大の特徴と言ってもいいのではないかっていう、やっぱり物語の舞台が探偵の学校みたいな、そういったね探偵を目指す生徒たちがこう集まってるようなそういう物語なので、推理をするっていうところにすごく重きを置いた作品なのかなと思って、普通ってヒントになってるところが太字になったりとかしてないと思うんですけど、ここがヒントだよっていう手の内を明かしつつでも読んでたら驚いたりするので、この仕掛けを成立させるのってめちゃくちゃ大変だっただろうなっていうのがもう読みながらねすごい伝わってきて、いやそれもねすごかったです。あとこれ最後に世界体感がやっぱりすごくね良かったですね。探偵の学園という舞台、あとは探偵のランク付けみたいなのがされてたりとかして、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナみたいな感じになってるんですけど、その一番上がシャーロックランクっていう風になってて、それもすごいかっこいいし、あとはね生徒同士の推理合戦があって、で、探偵は恋愛禁止みたいな設定はありつつも、主人公がクラスメートの女の子にすごいねわーってなるね、そういったシーンもあるんですけど、学園内恋愛みたいな雰囲気もありつつ、その世界観でしっかり本格ミステリーですごいなって思いました。学園もので、しかもみんな探偵でってなると、どんどんねいろんなキャラの探偵が登場していくんだろうなとか、今はねその学園の1年生なんですけど、この学年が上がっていくことによって関わっていく事件の性質とかも多分変わってくるので、これからの展開もすごい楽しみだなって思いました。という感じで1冊目からすごいね楽しんでしまったんですけど、もう昨日の夜ね、実はもう2冊目ね、軽く読み始めています。今回2冊目に選んだ作品は、テニオハさん、また殺されてしまったのですね、探偵様。このタイトルの時点でもう探偵が殺されてしまってるっていう、すごい致命傷を負ってる人みたいな感じになってるし、あとね、裏もね、ちらっと見てみると、本当に探偵は命がいくつあっても足りないとか書かれていて、この探偵自体の設定がすごい面白そうだなと思って、そこがすごく気になりました。イラストがね、めちゃくちゃ豪華だなと思って、一個前に読んでいたシャーロックアカデミーとこちらの作品は、MF 文庫 J っていうね、同じラノベのレーベルから出てるんですけど、もしかしたらそのレーベルの特徴なのかな？そのイラストがすごい豪華。なんか一個一個の事件にイラストがついてたりとかして、事件の名前がすごくて、クイーンアイリー号殺人事件、クリムゾンシアターの殺人、クーロンズホテルの殺人鬼。この目次の事件名を見ただけで、もうワクワクが止まらないっていう感じになってて、思ったよりもね、いいペースで読めてるので、こちらの作品も多分今日と明日ぐらいでね、読めたらなっていう感じですね。ということでね、今日は早速読んでいこうと思いきや、もうこれもね、いつも通りの流れなんですけど、今日もやっぱりね、YouTube の編集があるので、まずはその編集を終わらせた後に、終わってからね、こちらの作品読んでいこうと思います。いや、やっぱりちょっとだけ編集の前にもね、読んでいこう。ちょっとだけ読みます。いきなりね、全然関係ないんですけど、本当にね、関係ないんですけど、大根と白菜をお裾分けいただきました。大根と白菜、白菜。あれからね、また読み進めて、一つ目の事件がちょうど終わったところまで読みました。あ、カトイカさん読書カードしおりにしてます。探偵がすごい特殊能力を持ってました。特殊能力っていうか、体質なんですけど、なんと主人公が生き返ります。最初の事件の舞台って、主人公探偵で助手の人もいるんですけど、その二人で豪華客船に浮気調査のために乗り込むことになるんですけど、ある事件に
にね、巻き込まれてしまうんですよね。で、その事件の巻き込まれ方がちょっとすごくて、いろいろあって、探偵がね、一度殺されてしまう展開になるっていう。だから、探偵なんだけど、被害者になってしまうっていう。ネタバレにならないように伏せつつ話してるんですけど、これがね、すごい面白いなと思って、そう、今まで読んできたミステリーにも、特殊設定ミステリーっていうね、そういったミステリーがあって、特殊設定きたって思って、それがね、いいですね。あとはね、やっぱ豪華客船なので、クローズドサークルっていう、このね、舞台設定がすごくいいなって思いました。事件も起こるし、舞台も面白くて、あ、まさにミステリーだなっていうミステリーを読んだな、面白かったなと思って、第一章読み終えたんですけど、ちょっとね、その一章読み終わって、でえってなってます。今何も伝えできないんですけど、どうなってるんだろうと思って、これからね第2章に入ろうとしてるって、そんな状況です。今なので一章読み終えて完全に今心をつかまれている状態で、今日はねこのえってなってるこの勢いのまま次々と読み進めていこうと思います。はい、ミステリーラノベ一気読み生活4日目やっていこうと思います。これまでの3日間は編集した後に読書みたいな感じだったんですけど、今日はお出かけの日、お休みの日ということで、これから出かけます。買い物したりとか、まあいろいろあるんですけど、その用事と合わせて外でね読書してこようと思います。昨日の夜も読んでいて、実はもうそろそろで読め終わりそうというところまで来ているので、念のために3冊目に読みたい本を持って行こうかなと思ってて、出かけた先で読み終えてしまうかもしれないんですけど、読み終えたらそのまま続けて3冊目もね読んでいこうと思います。はい、4日目夜です。帰ってきました。出かけて読書してきたり買い物してきたりしたんですけど、その買い物ついでという感じで書店に立ち寄ったので、シャーロックアカデミーの2巻また殺されてしまったのですね、探偵様の2巻、いやー買っちゃいました。今まで読んできた2作品の続編を購入してきました。ラノベってこうシリーズ化されてる作品が多い印象なので、この作品面白いってなった時に続きを手に取れるのがすごい嬉しいなって思いました。こちらの作品購入したということは、また殺されてしまったのですね探偵様、こちら読み終えました。読み終えたばかりなので、これからね読書ノートを書いて感想をまとめていこうと思います。3冊目、綾里圭司さん毛量探偵今宵も語らず、読み進めてます。タイトルに毛量探偵とか入ってるし、もうタイトルの時点で気になって読み始めたんですけど、人間の世界と妖怪とかの世界が、その境界がなくなってたみたいな世界で、幽霊、妖怪、幻獣、精霊といった怪異の類が出現するようになったっていう風にね書かれていたり、このタイトルにも入っている語りっていうのがキーワードになってるのかなっていう風にね感じました。いやでも今回はね、この探偵のキャラクターデザインですね、このキャラデザがすごいいいなって思って、山高帽をかぶってキセルを持ってるみたいなキャラクターめちゃくちゃかっこいいなと思って、それで1話目の話が人魚がテーマになってるので、和のテイストのこういった怪異とかが出てくるような、このファンタジーの世界で繰り広げられるミステリーってなんかねいいですよね。というわけで、まずは読書ノートをまとめて、そのまとめ終わったら今度ねこちらの作品を読んでいこうと思うんですけど、感想はね明日お伝えしようと思います。今4日目なんですけど、それで今ね3冊目を読み始められてるので、当初考えていたよりもかなりいいペースで読書できてるなと思って、4日目にしてなんかこうスイッチが入ってきたというか、そんな感じになって今ねもうどんどん読めるぞみたいな感覚になってます。
ミステリーラノベ一気読み生活5日目です。昨日の夜ねダダダって読み進められて、今ねあと50ページぐらいっていうところまで読み進めました。今日はねスタートいきなりなんですけど、まずねこの作品を読み終えてから2冊目と3冊目の感想を一気にお伝えしていこうと思います。あ、この付箋を使って読んでます。100均で購入した付箋です。あと脇田さんも一緒に読んでて、というわけで今日も頑張ります。ということで2冊とも読み終わりました。毛量探偵今宵も語らず独量直後ということで、昨日読み終えていたこちらのまた殺されてしまったのですね探偵様と合わせて感想をお伝えしていきます。こちらの2作品ともバディモノっていうね探偵と助手が登場するみたいな、そういった共通点もあるんですけど、こちらの2作品読み心地がね全然違ってて、それがねすごい面白かったです。こちらの作品は3話収録されていて、その3話ともその事件の名前がタイトルになってるんですけど、探偵が行く先々で事件に巻き込まれていくみたいな、そういったタイプのものすごい本格色の強い作品でした。第1話からクローズドサークルっていう舞台状況だったり、あとは見立て殺人とかダイイングメッセージとかね、もうミステリー好きにはたまらないよみたいな、そういった事件がすごいたくさん起こって、あとは探偵が生き返るっていう特殊体質を持っていて、それもねすごい面白い設定だなって思いました。事件が起こった時に殺されるのはね探偵以外っていうのが、まあ、普通のミステリーだと思うんですけど、探偵がその事件の被害者になることによって、その被害者しか知り得ない情報とかも見えたりとかして、この探偵じゃないとできない推理の仕方みたいな、まあ、そういった展開のされ方がしていくのがすごく面白かったです。この後ろに書いてあった通り、本当にもう探偵っていくつ命があっても足りないんだなって。続いてはねこちらの作品、そう1冊目と2冊目が本格ミステリーっぽいなっていう感じは共通して読んでいて、で3冊目もね毛量探偵って書いてあるし、想像している通りの本格ミステリーの世界が展開されるのかなと思いきや、読み始めてみたら読む前に想像していた物語の雰囲気と方向性がなんかね違いました。怪とか出てきて、まあ、妖怪とかもねいっぱい出てくるんですけど、でそういった世界なので妖怪と人間の間にいろんなトラブルが発生してるよっていうのが、まあ、日常になってて、そういったトラブルを主人公が解決していくっていう、そのトラブルを解決するためにいろんな謎解きがあったりとかして、なのでミステリーなんですけど、これまで読んできた2作品とはガッて世界観変わった気がしたので、あ、こういうパターンもあるんだっていう、それがね良かったですね。今まで読んだ3作品の中で個人的に一番映像作品で見たいなってなりました。もちろんね前の2作品もアニメ化必至みたいな作品なんですけど、この作品は登場人物たちの話し言葉とか、まあ、ちょっと古風な話し方だったり、あとはね音の表現もすごい独特で、物語の冒頭がトンカラリントンカランカランピシャン、トンカラリントンカランカランピシャンみたいな、音を文字に起こしましたみたいな、結構そういった表現がねたくさん出てくるんですよね。あとはシンプルにバトルシーンが結構多くて、主人公がねわーって戦ったりするシーンがあるんですけど、そういうシーンの動きとか色とかも映像にした時にすごく綺麗になるんだろうなっていうのが伝わってくるような描写だったので、見てみたいなってなりました。こちらの作品もね面白かったなと思って後書きを読んでいたところ、オーディオドラマを作っていただきましたっていう風にそういったことも書かれてて、このねオーディオドラマもねめちゃくちゃ気になります。というわけでこちらの2作品読み終えました。1週間企画の5日目で、昨日折り返しで今日から後半戦突入なので、企画始まる前の想定では1週間なのでだいたい3作品ぐらいかなって個人的にね実は目標を立ててやってたんですけど、自分でもちょっとびっくりするぐらいのなかなかないハイペースで読み進められてて、もしかして5作品全部いけるかもしれないっていう気持ちにはなって残り2作品で全部読めたら読みたいなって、そんな感じでねちょっと企画の方向をガチめな感じに切り替えていこうと思います。後半戦開始4冊目に読んでいく作品は竹町さんスパイ教室、こちらの作品はね脇田さんにお勧めいただいた情報によるとちょっとねミステリーっぽくはないらしいんですよね。スパイ教室アニメ化もした本格スパイアクション、ジャンルこそミステリーではありませんが読み口はミステリーだと脇田は思っています。読んだらきっと
安倍氏さんも騙されるはず、前情報なしでぜひお楽しみください。こうやってねお勧めいただいてて、前に読んだ作品も今までとちょっとタイプの違う作品だったので、そんな感じの流れで次はねこちらを読んでいきます。ちょうどねスパイファミリーの第2シーズンがやってて、今それも見てるんですけど、そういったこともあるので、今日はこの後は明日ね投稿する動画がちょっとまだねできてないので、動画の編集をまず終えてから読書していきます。はい、5日目夜です。動画編集が終わって、まあ、読書したりとかねいろいろしてたんですけど、毛量探偵今宵も語らずのオーディオドラマを聞いてみたらめちゃくちゃすごくて、特設ページみたいな感じでオーディオドラマのサイトがあるんですけど、第1話の人魚の話のオーディオドラマになってるんですけど、古風な江戸っ子な感じの喋り言葉とか、オーディオドラマなので声だけじゃなくて効果音とか音楽とかもついてたりとかして、あと主題歌もあるみたいな、めちゃくちゃ豪華なオーディオドラマでした。で、今はねスパイ教室を少しずつまた読み進めていて、90ページぐらいのところまで読みました。事前情報ゼロでっていう風に書いてあったので、感想もなるべくね伏せてあまりお伝えしない方がいいかなって。もうすでに話したいこといろいろあるんですけど、とにかくこのスパイ教室っていうことから分かる通り、やっぱスパイの人たちは出てきていて、その人たちが…みたいな伏せておこうと思います。本棚のところに今まで読んできた作品を飾りました。今のところ3作品読んでるので、この3冊を飾ってます。いい感じです。本棚の上に脇田さんもいます。ミステリーライトノベル一気読み生活6日目です。ある荷物が届きました。こちらのね小包に入っているものなんですけど、今日届いたものはこのライトノベルがすごい2024、今日発売の雑誌なんですけど、こちらね購入してしまいました。いつもはこのミステリーがすごいっていう雑誌をねよくこのチャンネルでは紹介してるんですけど、そのライトノベルバージョンがあるっていうのを知って、しかも発売日もねこの撮影期間に被ってるってことを知って、これはね読みたいと、今ね一気読みしているってこともあって、ラノベの世界をもっと知りたい欲がすごい出てきてて、いろんなミステリー作品もっとあるんじゃないのかなっていうのと、あとはね今まで読んできた作品もきっとあるんじゃないかなみたいな、少し探してみたいなと思って購入しました。表紙これ知ってます。しかも表紙はね本月の下克上で、こちら原作は読んでないんですけど、アニメをね少しだけ見てますね。今ね主人公が頑張ってね紙を作ろうとしてます。それランキングはお伝えできないんですけど、いろんな部門があるんだ。なんか表紙見たことあるかも。あ、え、そうなんだ、やっぱり。うわー、これはすごいな。バラバラって読んでて、ちょっと思い出したんですけど、一作ね、気になっている作品があって、今野天竜さんのね、ソードアートオンラインオルタナティブミステリーラビリンス、迷宮館の殺人っていう作品が刊行されるよっていうのを SNS で見かけて、作者は今野天竜さんだし、で、表紙のイラストがエンタシホさんっていう、いやもうすごい気になるなと思って。ということで、昨日の夜もあの後読み進めていて、今読んでいるのが202ページまで読んでて、終盤に差し掛かりつつあって、でも本当に何の情報もなしで読んでるので、もうどうなっていくかちょっとわからないなって。いやーすごいね、楽しいですね。全然ね急いで読んでるってわけでもなく、昨日で200ページぐらい読めてるので、ちょうど明日読み終わるぐらいの感じで読めるんじゃないかなって思います。というわけで今日もこの後は編集作業があるので、そちらの編集作業を終えた後にまたねこちら読んでいこうと思います。動画の編集も終わり、いろんな作品もちょっと探してみたいなっていうことで、君らののサイトを見ていたんですけど、今ね、ちょうど次に来るライトノベル2023、そういったのがね、開催されていて、大賞にノミネートされている作品がなんと148作品もあって、で、そのノミネート作品が公開されているので、それをずらずらっとね、眺めてました。いや、大体ね、150冊近くがあいうえお順でね、ずらーってノミネート作品掲載されているので、これもね、めちゃくちゃすごいすごいなって思いました。キミラノの方ではカテゴリーごとのタグみたいなので検索ができたり、そこでねミステリーって検索してミステリー作品見たりもできるし、あとはね好きなレーベルがあればそのレーベルでね見つけたりもできるんですけど、今すごく熱い作品が集まって
った148タイトルだと思うので、まあ、もちろんね、ミステリーだけじゃないんですけど、本当いろんな作品あって眺めてるのもすごい面白いです。あ、それで先ほどスパイ教室読み終えました。これまでね、感想をほぼ一切お伝えせずに、伏せて伏せてお話ししてきたんですけど、何も知らずに読んでほしいってお勧めしたくなる気持ちがすごく分かって、なので感想とかも今まで全部伏せてお話ししといてよかったってなりました。こちらの作品はね、特にお勧めいただいてなかったら多分ね、ずっと読まなかった作品なんじゃないかなと思って、なのでお勧めしていただいて、もう本当にありがとうございますっていう、もうね、脇田さん本当にありがとうございますっていう作品でした。あ、ちなみに今日の格好はこちらのスパイ教室コーデでした。6日目夜にして4冊目が読み終わったということで、ついに5冊目の作品ですね。5冊目の作品は三日月ひじりさん、僕らは読みを間違えるです。こちらね、青春ミステリーの一冊です。青春とミステリーが融合した本作、走れメロス、蜘蛛の糸、 D 坂の殺人事件など名著を関する小構成となっており、脇田は本書を読むために D 坂の殺人事件を拝読、すれ違う恋とかけ違う推理を堪能する一作です。読者は読みを間違えるのか試されている感じもたまりません、ということで、パラパラっとね、こちらの目次を見てみたら名作のタイトルになっていて、それもねすごい面白いなと思ったんですけど、その中に江戸川乱歩の D 坂の殺人事件もあって、以前ね聖地巡礼みたいな感じで団子坂にも行ったことあるので、この短編ねめちゃくちゃ気になるなってなって、それぞれのね章にその作品が関係してくるような話になってるのかなとか、このタイトルの僕らは読みを間違える、どう間違えてしまうのか、どうなるかね、ちょっと予想はつかないんですけど、こちらの作品もね今日と明日ですね、最終日にかけて読んでいこうと思います。ちなみにこちらの作品は角川スニーカー文庫の一冊で、2022年12月1日タッチ発行となっています。結構ね新しい作品ですね。はい、ということでミステリーライトノベル一気読み生活7日目です。本日最終日です。昨日の夜こちらの作品ね読み進めていて、今ちょうどね1作目を読み終えたところです。1話目が太宰治の走れメロスを題材にした作品になっていて、そういった名作がテーマになっている作品っていうだけでもちょっと嬉しかったんですけど、それがねミステリーになってて、途中から真犯人とかいう話も出てきたり、太宰治の死の真相はみたいな展開もあったりとかして、そういった本にまつわるミステリーめちゃくちゃ好きなので、いやもうなんかすごい面白いです。あとね、物語の舞台が岡山県っていうところもね、岡山県小説だと思って、それもねちょっと気になりました。そんなわけで今日も引き続き読んでいこうと思うんですけど、今日は最終日ということで、最終日はもう一気読みのパーティーということで、動画編集とか、まあ、その他ねいろいろやることはとりあえずねもう置いといて、そのね読書パーティー、一気読みパーティーを開いて、もう最後こちらの作品を心ゆくまで思う存分楽しんでいこうと思います。そんなわけでパーティーにはね読書のお供が必要ということで、今回も最終日のご褒美読書のお供を用意してます。今回用意した読書のお供はポテトチップス、コンソメパンチ、キャラメル&塩味、シアターミックスポップコーン、そしてファンタグレープ 1.5 リットルのでかいやつ。今回はパーティーということで、あえてでかいサイズを選んでいました。今回のテーマは高校生がゲームをするときに並んでそうなお菓子みたいな、そういったテーマですね。ちょっとジャンクな感じがいいなと思って、シャーロックアカデミー読んでいた時にポテトチップス食べたいなみたいな、そういう風になるシーンがあったりとかして、こちらのポップコーンはまた殺されてしまったんですよね、探偵様で。ポップコーン食べるシーンがあって食べたくなったので選びました。
はい、今結構佳境っていうところまで来ていて、あと30ページぐらいっていうところまで読みました。いやもうね、この1週間企画のもうラストのラスト、あと少しで読了っていうところまで読んだので、もうねこのまま最後まで一気にラストスパートで読んでいこうと思います。はい、ということで僕らは読みを間違える、読み終わりました。5冊読みました。物語構成がもうすごく面白かった作品でした。読了直後なんですけど、もう一回最初から読みたくなってて、こちらの作品二度読みしたらもうめちゃくちゃ楽しそうだなって思いました。作中に名作がたくさん登場するんですけど、ビブリオミステリーっぽさもあって、そういう作品すごく好きなので、それもね良かったですね。個人的にはやっぱりエドガー・アラン・ポの D 坂の殺人事件もね出てきたのがすごく嬉しかったです。その岡山つながりで横溝正史の話も出てきたりとかもしてて、そういうのもこう舞台が岡山ならではだなっていう、それもね嬉しかったですね。あとはねこれもすごいね伏せつつお話しして、掛け違いみたいな、いろんな人の視点がこう描かれていくんですけど、そういったた中でこう見えてくるものみたいなものがあって、ちょっと何言ってるかよくわからないと思うんですけど、すごいね爽やかな高校生活が描かれてて、それでね文学作品もたくさん出てきて、それでいてミステリー的な仕掛けもしっかりあって、いやこちらの作品もね最後の一冊すごく面白かったです。はい、ということで1週間ライトノベルミステリー一気読み生活終了です。お疲れ様でした。一週間企画を始めた時はまさかね全部読めるとは思ってなかったんですけど、一週間ものすごい没頭して読めたし、思いっきり満喫できたなって思います。今回ね5作品読んできて、ライトノベルミステリーの読み心地とか、ちょっと読んでて気がついたことみたいなのをね、すごい簡単になってしまうんですけど、最後にねちょっとお話ししていくと、一つ目はやっぱり世界観ですね。世界観はねほんとどの作品もすごい作り込まれていた感じがして、二つ目はやっぱりね魅力的なキャラですね。探偵役とかね、ヒロイン役はねやっぱり印象的なキャラ多かった気がして、でも結構ねこうドキドキするような様子とかもたくさんあったりとかして、読む前に考えていたライトノベルっぽさみたいなものもやっぱりすごい描かれていて、今まで読んできたこうミステリーと比べると特にもうキャラクターはすごく際立ってたなって思いました。あと特に印象に残ったのはセリフですね。決め台詞があったりみたいな、まあ、そういった感じはすごくわかりやすいところから、キャラ同士の掛け合いみたいな結構軽いノリでこう突っ込んでいたり、そこからねこう生まれてくるキャラ同士のなんだろうわちゃわちゃしてる感じとかがすごい楽しいなって思って、あとはね文章表現みたいなところに、こういう風に表現するんだみたいな、すごい大勢が同時に沈黙するみたいな、そういうシーンとかは鍵括弧がもうずっとね何個もこうなってて、沈黙を表す点点点点カギカッコカギカッコカギカッコみたいな、もう叫び声とか何行もわーってなってるみたいな、その場のコミカルな雰囲気のノリとか、あとはそのキャラクターの勢いとかも伝わってきて、これはねライトノベルならではのそういった文章表現なのかなとかね、そんな風に感じました。途中から一気に読書スピードが上がって、最終的に5作品読めたっていうところで、もしかしたらね結構ライトノベルミステリーのこの世界観と結構相性が良かったのかなっていうのもちょっと感じて、これ大きかったかなって思うのが、普段からアニメとか漫画とか好きで結構見たり読んだりしているんですよね。これってあの漫画っぽいなとか、あこれって最近見てるあのアニメみたいな世界観かなとか、そうやって想像しながら入っていけたっていう、安倍氏さんこれ読んでくださいっていう形で君らの編集長の脇田さんがぜひぜひって送ってくださった5作品だったので、自分だけではたどり着けてなかったなっていう気がして、今回はねそのおすすめ作品を読んでいくっていう、もう弟子入りしたみたいなスタイルでやってみた企画だったんですけど、そういう形でおすすめ教えてもらえて本当に良かったなって思いました。こんなことになってるんだって今回読めて良かったなって思いました。というわけで一番最後に今回読んだ5作品の中からこれ一番面白かったよっていう作品をね紹介して動画を終えようと思います。1週間企画ベストの作品はシャーロックアカデミーとまた殺されてしまったのですね探偵様です。こちらの2作品第
1位で、あとはねちょっとね特別賞みたいな感じになってしまうんですけど、こちらスパイ教室です。今回はね難しすぎてベストっていう風にお伝えしたんですけど、どの5作品もね面白いので、この作品気になるってなった方はぜひ気になる作品からぜひ手に取ってみてください。秋田さんありがとうございました。ありがとうございました。という感じで今回はね1週間企画でライトノベル一挙無生活やってみたんですけど、もうねめちゃくちゃ没頭できて本当に楽しかったです。そう、普段読まないジャンルということで、なんかもう何もわからないままとにかく飛び込んでみようみたいな感じでね今回コラボさせていただいたんですけど、いつもミステリーを読んでて、読んでる作品もねミステリー色の強い作品ばっかりだったんですけど、あ、こんな感じなんだっていうなんか新鮮さもすごく感じて、そう、そんな感じで読めたのですごくね楽しかったです。いやもう絶対ねまだまだあるんだろうなと思って、クローズドサークルとか密室殺人とか不可能犯罪みたいな、なんかそういったキーワードとかタイトルとかもね、〇〇探偵みたいなやつとかもあったら、そういったところからね、まあ、気になる作品から少しずつ読んでいこうと思います。というわけで今回コラボさせていただいたシミラノさんのサイトは動画概要欄に URL を記載しています。今回読んだ作品も検索することができますので、ぜひこちら回してチェックしてみてください。アメシーさん楽しそうでした。普段はライトノベル読まなかったけどちょっと面白そう、読んでみたいと思っていただけた方はぜひ高評価を、これからの動画も気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回読んだ5作品の中でこの作品気になる、この作品面白いですよねなどなど、ぜひぜひネタバレなしでコメントたくさんお待ちしております。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。